泣きーこっちにカモン。どっちかの駐車場一回入ってみて、ここ。まあ、車で帰ってない。あ、こっちこっちじゃ。こっち？うん。行っていいよ。ルームツアー始めます。はい。今回は701です。最上階です。最上階です。行きます。はい。じゃーん。ちょっと待って、鍵閉めよう。洗面台と。はい。まだ映りません。こっちがお風呂です。お風呂とトイレです。使っちゃいました。シャワーだけ。シャワールーム。え、お部屋でーす。お部屋でーす。靴がタオルとか。ドレッサーでーす。ドレッサーでーまだ映りません。映っちまっちゃう。映ってない俺。で、ここからはじゃん。あ、何も見えません。中が広がってます。で、ここには椅子で、お部屋にクッキーがありました。椅子もせんべい。 5フレット系、うん、5フレットがありました。あと島根県以外、うん、島根県以外の人から美肌県、人には島と天音天音っていうお酒と土屋姫という島根のお米をいただきました。イエーイ、ありがとうございます。ルームツアーは以上です。以上です。2、1、いけ。やってー、もう寝れるわ。久々の布団って感じじゃない今寝らんかったもんね、うん、そんなに幸せって布団ってね、ちょっと固めじゃない。でもいいわ、固めの方が。すぐ何が、うん、あ、ギラギラいる。ベッドインダイブ。ダイブベッドイン。ダイブベッドインダイブ。ダイブベッドイン。夜ごはん、レッツゴー。キリブロ、こっち。こっちでこっち。あー、すごっ。あ、アイスも食べてるかや。アワの湯、取ったアイス、椅子じゃないあれ。あー、すごい。
好き。畳ってのがいい。水飲んじゃったかみんな。ストーカーしよう。先生さん。事前生産ができるっちゃ。夜泣きそば。夜泣きそば。いただきまーす。いただきまーす。あちあち。どうぞ。え、めっちゃなんか花火みたいな匂いするっちゃけど。ん？花火みたいな匂いする。あ、好き。ごま油の匂いする。ごま油か、うん、花火みたいな匂いする。うん、胡椒が来た。シンプルでうまい。あ、そう。醤油？醤油じゃないっけこれ。うん、うまい。めっちゃこぼれてしまった。まずはスープ。お腹いっぱいね。うん？うん。うん、うん。何？来た。これ冷凍のとこしたじゃん。いやー。寝まーす。同じのちょっとトマトと新玉。うん、もうこれ新玉のやつやる。いただきます。どうぞ。朝風呂。
それがいいよ。無理だろ。湯上がり。久々飲む。スタートでーす。